政治的序曲、スラバは、レナード・バーンスタインが作曲した管弦楽曲。バーンスタインの友人であったムスティスラフ・ロストロポービチが、ワシントン・ナショナル交響楽団の音楽監督に就任したことを祝って作曲され、1977年10月11日、ロストロポービチがバーンスタイン作品の個展を行った際に初演された。ロシア語の漢語の言葉である。スラーバはロストロポービチの愛称でもあり、曲はユーモラスな効果が盛り込まれた陽気な作品である。主題材料は前年に初演され、成功しなかったミュージカル、ペンシルバニア通り1600番地から取られた。クレア・グランドマンによる吹奏楽編曲でも親しまれている。この編曲では、録音テープを用いる部分は省かれている。フルートに、ピッコロ、オーボエに、イングリッシュホルン、小クラリネット、クラリネットに、バスクラリネット、ソプラノサクソフォーン、バスーンに、コントラバスーン、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、小太鼓、テナードラム、大太鼓、チューブラーベル、シンバル、グロッケンシュピール、ラッチェット、スライドホイッスル、スティールパイプ、タンバリン、トライアングル、ビブラフォン、シロフォン、マリンバ、ムチ、ウッドブロック、ピアノ、録音テープ、言語部、ハープ、エレキギター演奏時間は約4分。早く、華やかにと指示されている。最初に現れる主題は、ミュージカル内のナンバーグランドオールドパーティーによるもので、7、4拍子を中心に進む。二つ目の主題は、リハースにより、7、8拍子を中心にする。冒頭の楽奏が戻ると、テープからバーンスタイン、マイケル・ウェージャー、アドルフ・グリーン、パトリック・オニールによる政治的な演説と群衆の歓呼が流され、政治集会のパロディが行われる。二つの主題が逆順に再現され、7、8拍子の主題の伴奏に乗って、モデスト・ムソルグスキーのオペラ、ボリス・ゴドゥノフの戴冠式の場面が引用される。最後に団員がスラーバを叫び、あっけなく終わる。作曲当初には二つ目の主題の提示前に、ロストロポービチの飼い犬の名前パックスを叫ぶ部分があり、バーンスタイン自身の録音では採用されている。ありがとうございます。